どうも、キャメです。今日は日本イシガメとじゃん、この前をお迎えしたクサガメの婚姻についてですね、お話ししていきたいと思います。ちょっとこの間ですね、日本イシガメ飼ってるって知ってる人に、クサガメも飼い始めたよって言ったら、一緒に飼っちゃダメだよって言われて、なんでやねんって感じなんですけども、まあ多分ね、その人が言うには、最近ちょっと問題になっているのが、実はイシガメとクサガメ交雑種が生まれるんですよ。まあ、それだからね、それ自体を一番問題はないと思ってて、なんでね、まあ、飼育下では一切何の問題もないとは思っていますが、問題があるのがやっぱり野生下での日本イシガメの飼育じゃないよね、生息域にクサガメがいることが問題になってきます。先ほども言った通りね、まあ、交雑種が生まれてしまい、まあ、遺伝子汚染、こちらの問題が出てくるんで、野生化では、確かね、一緒にいるのは問題かとは思いますが、飼育下であるんであれば、別に何の問題もないんじゃないでしょうかね。特に子ガメなんかは。ね、繁殖能力がないわけですし、まあ、仮にね、まあ、運休が生まれたとしても、まあ、飼育下であるならば、何の問題もないのか、ではないかなと思いますね。ですのでね、別にね、まあ、個体同士の相性が良ければ、混泳させちゃっても大丈夫なんじゃないでしょうかね。よいしょ。ね、まあ、もちろんですね、うちの場合ですと、まあ、おやきともんじゃ、まあ、20g 超え。で、こっちのイシガメ。イシガメじゃない、クサガメ、ね、トッポって名付けました、トッポ、ね、お迎えしたのが11月12日、ポッキーの次の日なんで、じゃあポッキーに似てるもの、じゃあトッポでいいやって感じですね。そんな感じでね、名前を付けました。あー、脱線したはい、というわけでね、まあ、こちらのトッポがですね、まあ 5g しかなくて、まあ4倍差ですね。さすがにこの4倍差でね、一緒にするのはさすがに怖いんで、ねえ、まあ、一緒にはしませんけど、まあ、飼育下であるならばね、別に日本イシガメとクサガメ一緒にしても問題ないですし、まあ、販売からと言ってくるとまたね、別問題なんですけども、まあ、普通にね、飼育するんであれば問題なく飼育できるんではないかと思います。ね、はい、ちなみにこちらがおやき、こちらがもんじゃ。最近ちょっと区別がね、だんだんつきづらくなってきてるんですけども、まあ、基本的にはまあ、なんだろう、こっちの色が明るめな子がおやき、こっちの子がもんじゃですね。まあちょっとね、動画じゃ分かりづらいと思うんですけども、実際見てみるとね、まあおやきの方が若干黄色っぽい感じはしますね。あとは落ち着きがないのがもんじゃですね。で、トッポ、この子もね、お迎え当初ね、もう人工芝の下に潜りたくてね、もうお尻フリフリしてたんですけども、まあ、最近はそれもなくなったんで一安心してます。ね、この子がね、もうちょっとね、大きくなったら別にね、一緒にさせていいのかなとは思ってます。まあ、またその時には多分飼育環境もね、この飼育環境変えてるんかと思いますがね、まあ、ぜひね、それを楽しみにしていてください。というわけでね、本日は日本イシガメとクサガメの混泳
プラス近況報告でした。またね、この子たちの動画を上げていきますんでね、興味のある方ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではバイバーイ。